の絵を必要としてくれた。これからも一緒にいるなら。だったら私、やっぱり水木の世界を描きた。どうして、これは私の小さい頃の写真を見たら胸が痛くなる。誰かを救う曲を、これだけど作れるかもしれない。今回は逃げなかった。みんながくれるものが温かい。僕も分からないけど進みたい道は痛いの痛いの。飛んでけ。いつかいつかあんたの力でそれを破ってほしい。私はあなたにどう言われても真冬のそばから離れない。もう無理だって思ったら逃げていいって僕は思うんだ。音楽をやめるのも奏でたちと一緒にいられなくなるのも